こんにちは、アムゾです。今回はクレンジングオイルについて解説をします。まだ発売前ですが、今から情報入手して発売日にあなたの手元にある状態にして今日お話しするメリットを感じていただければいいかなと思います。では早速解説に入ります。特徴成分はホワイトチアシードオイル、アルガンオイル、植物性スクワラン、ココナッツオイル、メルフォームオイル、大豆オイルの6つがあります。すべてを話すると長時間になるので、ある程度のメリットをお伝えしていきます。まずはチアシードオイルですね。チアシードオイルはアミノ酸やオメガ3などの必須脂肪酸を豊富に含むことで高い美容効果があると現在でもアメリカでは人気の成分となっています。チアシードオイルは様々な栄養素が含まれていることから、肌に塗布することで大きく4つの効果を期待することができます。まず1つ目に高い保湿力ですね。角質層の水分蒸散を抑えて肌の潤いをキープするという働きがあります。2つ目に肌のたるみを予防することですね。チアシードの約 60% を占めるオメガ3とオメガ6を直接肌に塗布することにより、肌のバリア機能である細胞膜を強くし、肌悩みはもちろん肌のキメやトーンを整えてくれるので肌を美しく保つことが可能となります。3番目にエイジングケア効果ですね。オメガ3はコラーゲン再生を促進し、肌にハリや弾力を与えるため肌を若々しく保つことが可能となります。では4番目に肌トラブルの解消ですね。抗炎症作用もチアシードオイルにあるため、肌荒れやニキビなどの肌トラブルの解消にも期待ができます。これら以外にもチアシードオイルの特徴として、通常の美容オイルは使用期限が6ヶ月程度なのに対して、チアシードオイルは保存料などが含まれていなくても2年ほどは使用可能なので、長持ちしてコスパ面も最高の成分になります。では次にアルガンオイルですね。アルガンオイルは食用や肌に塗って利用など幅広い用途があり、強い抗酸化能力が特徴となります。抗酸化能力の秘密はビタミン E の含有量で、オリーブオイルの約2倍から4倍のビタミン E が含まれていると言われています。またアルガンオイルにはオレイン酸も含まれており、オレイン酸は酸化に強いため、長期保存や調理の場合でしたら加熱調理にも向いている油となります。実際にアルガンオイルの保存に関する研究では、アルガンオイル15分から30分間110度の環境下においても成分として安定していたということが判明しています。では肌への影響はどうなのかということですが、アルガンオイルはその強い抗酸化能力から、肌に塗布することで肌に潤いを与え、皮膚の血行を促進する効果を発揮すると言われています。またアルガンオイルは肌に塗布することで肌の水分と脂質のバランスを整えて、乾燥から肌を守り、カサカサ肌、テカテカ肌の予防にも効果的となります。その他ね、アルガンオイルには肌のターンオーバーを促進し、整える働きも期待されています。20代までは肌のターンオーバーが28日程度で行われますが、年齢とともにターンオーバーの周期っていうのは乱れて遅くなっていき、3、40代では45日程度、5、60代だと75日程度ターンオーバーに日数を要するとされています。このターンオーバーの周期こそ若々しい肌を保つためには重要なことなので、アルガンオイルによりターンオーバーの周期が正常化されるだけでもかなり美肌効果っていうのが期待できます。続いてスクワランですね。スクワランはもともとサメなどから多く採取できるスクワレンという成分からできています。スクワレンは非常に酸化しやすい性質のため、保存などには不向きの成分になりますが、このスクワレンに水素を添加するとスクワランという成分に変化します。スクワランは空気中で酸化することがない安定した性質なので、化粧品などに使う際はスクワランとして使われます。スクワランは体内で酸素を発生させ、酸素が不足している細胞へ酸素を運ぶことから酸素の運び屋と呼ばれる成分になっています。体内でも存在していて、特に皮膚リンパ節に豊富に存在していますが、25歳頃から年齢とともにね、減少していくと考えられており、その影響で細胞は酸素不足となり、酸素不足となった細胞は代謝が低下してしまうので、ターンオーバーが遅れ、結果シミやシワ、たるみなどの老化現象へとつながってしまいます。スクワランにより酸素が運ばれることで、これらの老化現象も十分に改善できると考えられています。実際に肌表面の主要な構成油脂としてスクワランが存在しており、皮膚の軟化剤や抗酸化剤としての性質を示すということが研究データで判明しているので、成分の重要性についてはこちらでお分かりいただけるかと思います。
またスクワランは皮膚細胞への湿潤性や浸潤性が特に優れており、さらに皮膚表面の過酸化脂質を抑制する機能が研究で判明している成分なので、ニキビや肌荒れ、赤みなどの皮膚に炎症が発生している際に皮膚粘膜に働きかけ、炎症を抑制する働きもあると考えられています。これらの成分以外に特徴成分としてココナッツオイルやメルフォームオイル、大豆オイルなどが配合されています。ココナッツオイルは保湿成分として美容業界ではかなり人気の成分となっています。大豆オイルに関してはレシチンが入っているので細胞膜の保護や強化という役割があります。化粧品に入っているのはかなり珍しいですね。最後にメルフォームオイルは珍しいオイルが複数入っている油で、中でもねイコセン酸というオイルが 60% 以上の割合を占めています。イコセン酸の働きについては未だ不明点というのが多いですが、特徴としては毛穴を詰まらせることなく肌に吸収される、皮膚の皮脂量を調整してくれるというこの2点ですね。メルフォームオイルにはビタミン E も豊富に含まれており、酸化しにくく安定したオイルとしても知られています。そして何よりもメルフォームオイルが配合されている理由としてあるのが乳化剤、エモリエント剤として入っているのではないかと僕は考えています。乳化とは本来混ざらない物質が混ざることですね。例えば水と油は本来混ざらないですが、これを混ざった状態にすることを乳化と呼びます。そして化粧品におけるエモリエントとは、肌の水分を保護し蒸発しないように肌表面に皮脂膜を張る作用のことを言います。エモリエントが重要なのは言うまでもありませんが、乳化がなぜ必要なのかということですね。クレンジングオイルだけでなく化粧品にはね、油分を含む成分が使われることがほとんどなんですが、これらを乳化せずに落とそうとすると毛穴に油分が詰まってしまい、ニキビや毛穴トラブル、肌トラブルの原因となってしまいます。ちなみにニキビの原因はアクネ菌と言われたりしますが、正確にはアクネ菌ではなくて過剰な皮脂がニキビや毛穴トラブルの原因となってしまいます。つまり皮脂が女性よりも多い男性にとっても必要な製品ということですね。このニキビや毛穴トラブルの具体的なメカニズムに関してはまた別のチャンネル、栄養チャンネルのワイズニュートリションで解説をしますので、そちらもぜひ今のうちに登録しておいてください。では話戻しますが、乳化したクレンジングを使うことでこれらの油分を毛穴に詰まらせることなくしっかりと洗い流すことができて、ぬめりが残ってしまうこともなくなります。クレンジングオイル使うときはしっかりと乳化をさせて使用してください。では解説は以上になりますが、全ての特徴成分において保湿面であったり抗酸化能力、肌へのいい影響ですね、これらが全て揃っているような特徴成分ばかりになってますので、一度見てねわからない方は2度3度をしっかりと見直していただいて、発売前までには自分自身がまずは理解をしておくということをしてみてください。ということで今回これで動画は以上になります。使ってみたいと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。